とうざいら、ぼくぼきたっしょん。はい、ということで、今日はですね、限界突破最強ランキングやっていきます。はい。まあ、その前回やってから、まあ、進化カード3つ出ました。進化ドリルと、まあ、進化バリル、進化ゴブジェですね。この3つが、まあ、増えて、まあ、どうなったかっていうのと、まあ、バランス調整とかもあったんで、まあ、結局、進化カードどうなんていうところで、まあ、世界1位が、ランキングつけます。はい。やっていきましょう。さあ、まずね、何か見よう、最強いく？まあ、とりあえず弱いは、はい、みんな、せーの、アイスピでーす。こいつはもうね、弱すぎます、アイスピ。もうマジアイスピで、誰かが、俺、進化アイスピに、シャドウ使おうと思ってんだよねって言ったら、もう止めてあげてください、もう。本当に。マジで進化アイスピはもう、使う価値ないぐらいには、もう、デュエルで使うぐらいですね。マルチで使ってるやつ見たことない、ほぼ。ほぼないですね。マジで、もう一番弱い。もう多分これは誰もみんなが言っても、弱いですね。はい。こいつはマジかわいそう、本当に。さあ、次ね、最強。最強はですね、まず、まあ今の3強、まあウィズですね。はい。で、進化ってさ、これはもう前回と一緒。はい、それに加えて、進化ドリルです。これもうマジぶち壊れて最高の3つ。まあ、進化ウィズ、進化テスラはあれから下方来たんですけど、はい、全然強いですね。はい、余裕で強い。で、加えて進化ドリル出たんですけども、ぶち壊れと、こいつマジやばいっすね。もうほんと進化ドリル最強。まあやっぱドリル、ドリル進化なるまではちょっと遠いんだけど、でも進化ドリルになるとマジ完封不可避だからね。絶対ダメージが入るって、その主軸って最強じゃない？それディガーなんよ、言うて。それと同じですね。はい、ドリル。絶対入るんですよ。そう、マジだから完封がマジ難しいんで、そう、進化ドリルマジ強い。どんだけ頑張ってもやっぱちょっとずつ入るんで、そう、めちゃくちゃ強い。で、まあ、ウィズも強いね。ウィズもやっぱどのデッキでも今流行るし、もうとりあえず、もう今、ウィズがもう、ウィズで環境回ってみたいなとかあるもんね。そう、だから、まあ、ボイドがめっちゃ流行ってます。はい。ボイド流行りつつ、めちゃくちゃね。でも、それでも延命できるからね、ウィズって。そう、マジウィズ強いんだよな。ウィズはもう最強の中でも最強っすね。最強オブ最強。もう進化ドリルとウィズは、もうほんと抜けてる。トップ2っすね、ほんとに。で、その下に進化テスラ。まあ、進化テスラね。もう、テスラ自体が弱くなったけど、でも進化テスラパルスやっぱ強いね。やっぱ防衛力、やっぱ段違いに強いね。やっぱり。2回出るのも反則です、ほんとに。やっぱまだまだ、その施設枠は、やっぱ進化テスラだなっていう印象。まあ、その他の施設が弱いってのはあるけどね。他のマジ防衛施設が弱いのもあるけど、でも進化テスラパルスやっぱ強いよ。防衛力が半端ないんでね。そう、やっぱこの3つですね。まあ、進化テスラはまあちょっと強い部類にはなるかも。最強ではないけど、まあまあまあ、普通に壊れるまで行くぐらいまでにはある。ポテンシャルもあるね。まあ、ウィズとドリルはもう言わずもがなって感じです。はい。さあ次、何か行こう。微妙から行きますか。まあ、まず微妙は、アーチャー。はいはいはい。青、なんか分かってる。アーチャー。で、ババア。で、コウモリ、迫撃。で、まあ、工場かな。はい、この5つ。うん。まあ、アーチャーはね、その、やっぱ、矢の雨で飛んじゃう火砲が痛すぎたね。あの火砲が痛くて、まあ、その、アーチャーとロケコって矢の雨飛ぶんですけど、違いとしては、やっぱロケコって、矢の雨持ってても、一発打つだけで、ミチミチミチってタワーに入ったら、とんでもないやん。マジ、それだけ勝利に関わってくるやん、ロケコのミッチーで。そう、だから矢の雨打っても仕事するんですよ、ロケコって。そう、でも、アーチャーって、その、矢の雨打って、でもないよね。いや、そう。打たれて仕事するかって言ったら、まあまあまあって感じないよね。そう。結局ね。まあ確かに進化アーチャー2、瞬間火力バケモン2よ。バケモン2やら結局、矢の雨で行かれるしなーって言って。強いけどーって感じなんだよね。そう。マジで微妙なんだよね。今の環境だと。特に矢の雨環境だから。まあ、アーチャーは微妙よね。てか、普通にアーチャー使うぐらいだったら、他の今、ウィズとか、ね、ロケコとか、まあ、ボンバーとかフェニーとかいっぱいあるから、そう、別にアーチャー使わなくていいんだよね。そう、シンプルな、そのノーマルアーチャーも別に強くないから、そこまでだよね、アーチャー自体。俺の中では結構微妙かなと思ってます。はい。さあ次ね、ウィザード。あ、ウィザードじゃない、ババですね。はい。ババは、まあ、強いんだけど、これなんでね、微妙かって言うと、今、ウィズが強いんですよ。ウィズとか進化鉄が強いから、しかも、ドリルがあってて、今、めっちゃ範囲環境なんですよ。ウィズとかダイナマイトとか、そう、ボーラーとか、めっちゃ流行ってるじゃないですか。そう、だから、ババはね、生きれないっすよ。そいつらに。そう。
そう、まあ、椅子がね、マジとにかく悪さしてるイメージだ。椅子がマジ強すぎて、ババ生きれないんすよ。やっぱ盾持ってる状態で、ほな、どうしようかってなんすよ。そう、なんか、その、例えば、大型に強いじゃないですか、ババって。ジャイとか、まあ、ロイジャイ、コブジャイとかに強いじゃん、ババと、あ、ババね。強いけど、だいたい今の環境、ウィズ入ってるんですよ、そういうのに。そう、だから、ウィズで後ろにつけられてると、マジできつくて。そう、だからマジでね、ウィズが強い間は、まあ、ババは生きれないっていう感じ。まあ、ババとコウモリですね。はい。まあ、この2はやっぱウィズに弱すぎますね。ウィズと進化テスラに弱いんで、そう、マジで。まあ、あとダイナマイトにも弱いね、ババだと。ダイナマイトはめっちゃ強いからね。それどころでババはマジで入ってないですね。さあ、んで、コウモリも、まあ、同じなんですけど、まあ、それに加えてコウモリは進化ザップも流行ってるじゃないですか。そう、だからね、まあ、コウモリもね、同じなんですよ。そう。いや、メタがちょっと多いね、今。そう、だからあんまり環境的に刺さんないよねっていうのはあるし、まあ、他の進化カードはちょっとバリエーション豊富すぎますね。さあ次ね、進化悪液。まあ、進化悪液もだいぶ微妙だよね。うん、マジであんま使われない。まあ、デュエルで使われるぐらいかな。マルチでまあ、たまに高回転迫撃いるけど、結局今、その、ダイナマイトが、やっぱダイナマイトとボイドが、その、迫撃とかクロスに対してめっちゃ強くて、そう、流行ってるから、そこまで刺さんないんですよね。うん、それに加えて進化ウィズも強いから、そう、迫撃に対して、そう、全然やっぱ迫撃が輝かないんですよね。進化ツザとかもあったり。そう、マジ迫撃は、ちょっと今、マジで本当に使われてない。まあ、その、施設ツアークでやっぱテスラが最強すぎるし、まあ、ボイドに弱すぎるね、とにかく迫撃は。そうだからマジで渋いね。さあ次、工場。な、工場ね、まあ工場マジペッコーでしか使われないからね。ペッコーでも最近その進化ウィズザップの組み合わせとか、まあザップ、何だっけ、ナイトとかボンバーとかの組み合わせが多い。ペッコーですらね、あんまり進化工場使ってる場面も少ない。まあ使ってる人もいるけどね。でもやっぱ進化工場言うても止められるからね。そう、マジスタン系多いんだよね。まあ特に進化テスラとかにめちゃくちゃ弱いから、そう、やっぱね、工場刺さんないんだよね。マジで工場があんま刺さってる場面見たことない。工場がポヨンポヨンしてるとかあんま見たことない。たまーに見るぐらいだね。うん、まあでも微妙な中でも多分ちょっと弱くはない分類に近いっすね。だいぶまだ使えるぐらいにはあると思う、正直。進化工場ね、まだペッコーだったね。ペッコー以外だったらもうマジで全然強くない。もうカードとしては強くない。まあデッキとしては強いけどね、ペッコーの。さあ次、強い見ていきますか。強いはめっちゃあるんですけど、まあ、まず、バルキリー、で、バレル、で、まあ、親衛隊、で、まあ、ロケコ、で、ロイジャイ、はい、ナイトですね。はい。で、まあ、バルキリーから見ていくんですけど、まあ、バルキリーやっぱ強いよね。その、やっぱ3回に1回絶対守れるシーンがあるから、それが強いんだよな。そう、特にやっぱラバとか使ってると、やっぱ3回に1回守れるターン来て、ケツラバして、後ろラバして、そう、相手逆サイ攻めれないみたいなことあるから、だからめっちゃバルキリー強いんだよな。そう、バルキリー使うとやっぱ強いと思うよ。うん、いや、進化バルキリーのタイミングマジで強いから、そう、逆サイどんだけ攻めても、絶対守れるからね、進化バルキリーがいれば。だからそういうのもある。うん、だからマジバルキリーは結構ね、強いっすね、本当に。マジで強いわ。さあ次、進化バレルですね。まあ、バレル自体は、結構、どうなんやろう。弱くはないぐらいにはあると思うけど、でも、その、デッキとして強いんだよな。なんか、今、アウプリとか、アウトラプリンスのコツとか、親衛隊バレルとか、の組み合わせだと強い。ですね。はい。組み合わせだと強いんだよ。そう。3回に1回、マジで両サイ攻めして、あーっつって、どっちか絶対入るんで、まあ、そういう場面では強いんだけど、でも、なんやろ、枯渇以外で使えるかって言われたら使えない。うん。まあ、これはしゃあない、正直。バレルだから、まあ、枯渇デッキやからね、そう。いや、まじ、そんな感じなんだよ。でも、両サイズでマジ強いんだよな、正直。正直、アウプリとか、親衛隊の両サイズでマジ対処するの難しい。そう、どっちが本物か今わかんないから、そう、マジで強いんだよな。そう、やっぱ対応が難しいっていうところで、まあ、全然強いですね。さあ次ね、親衛隊。まあ、親衛隊もだいぶ上がったね。そう、ダガーが、まあ、減ったからっていうのもある。そう、バレルも、そう、ダガーがいたら多分弱かったんだよ。ダガーがいたから弱かったけど、そう、ダガーが弱くなった今、マジで、そう、バレルとか親衛隊もめっちゃ強いよ。特に今、ブラスター結構流行ったりして、そう、ブラスターに対してバレルとか親衛隊めっちゃ強いんよ。そう。
まあ特にダガー、その昔親衛隊ってダガーいたらマジ全然なんか守られてん。でも今ね、ダガー1匹やれるだけない、親衛隊マジで弱いで、ガス欠するから、親衛隊マジで強いんだよな。めちゃくちゃ強いですね。まあでもただウィズには弱い。そう、ウィズには弱いんで、だから最強にはなれないんですよ。そう、ウィズにやっぱかもらえるっていうところで、まあぶっ壊れではないけど、でもかなり強いと思う。今やっぱプリンセスとかブラスター流行ってるからね。そう。まあだから最近ウィズに対策する、なんかボイドとか矢の雨入りが多いですね。うん、でロケコ来てもいいようにっていう感じでボイド矢が多い、最近の親衛隊はね。親衛隊もじゃもじゃデッキとかあるもんね。そう、あんなんブラスターで引いたらマジでとんでもないからね。そう。というところで、まあ、まだまだね、親衛隊まだ強いね。さあ、次、ロケコですね。ロケコね、こいつは、まあ、その、ヤンダーメで知られるから弱いんだけど、でも、やっぱ仕事はするんで、強いんですよ。結局、その、ヤンダーメ持ってないっていうのはめっちゃ強いし、まあ、ヤンダーメ持ってても、やっぱその、仕事はしてくれるじゃないですか。一発打つだけでやっぱ話変わってくるんで。話変わるし、そう、結構、その、やめデッキって重かったりするんで、大体ロケコって高回転デッキに入るやん。で、高回転で回してロケコでブチブチにするってのが、とはいえ強いね、ロケコは。うん、全然強いですね。うん、やなめあっても、まあ、その、仕事させれば強いって感じですね。さあ、次、ロイジャイ。ロイジャイはね、ノックバック強いよね。うん、HP バフ減ったんだけど、HP のね、強化なくなって、まあ、ノーマルロイジャイと HP 同じなんよ。同じやけど、なんか多そうに見えるよね。なんか多そうに見えるけど、同じ。そう、ただノックバックがついてるロイジャイ。このノックバック強いよな。でも、一回やっぱ、パンなってしまうと、そう、陸のナイト、バルキリー、なんかミニベとかダクネとか、そういう、なんかやからにはやっぱ、ボフンってなって、攻撃しないっていうこと結構あるから、そう、やっぱ強いよね。そう、シンカロイやっぱ強い。てか、シンカロイも強いけど、ロイジャイデッキが強い。そもそものダガーがいない、今、マジロイジャイめっちゃ強いんだよな、ほんとに。その、特にやっぱ後ろロイジャイして、そう、2周目でもシンカロイだから、そう、サイクルが1だから、そう、次で回るからね。そう、だから後ろロイジャイして2周目ロイでも、ブチブチっていうプランもあるから、そう、それも強いんだよね。それができるのがやっぱ、このサイクルがね、もうね、1のやつの特権だよね。親衛隊とか、ロイジャイとかね。そう。やっぱサイクル1がやっぱ強いよね。そういうところで。まあ、ウィズもそうだけど、サイクル1がやっぱ強い。さあ次、ナイト。ナイトはね、俺、この中では多分強いの中でもだいぶ弱いと思う。弱くはないの分類近いけど、でもナイトはめちゃくちゃ万能なんだよね。そう、マジいろんなデッキに入るんだよね。し、そのシンプルなナイトも強いんだよ。シンプルナイトも強いから、まあ、弱くはないんだけど、でもまあ強い分類であるんかな。まあ、とりあえず持っとけば安牌かな。うん。シンカナイト持ってないんだったら持っとけば、まあ、いろんなデッキに入れれるよねっていう感じですね、シンカナイトは。まあ、強いよね。でもまあ、昔みたいに、まあ、なんかその、強いって感じじゃなかった。特にダガーじゃなくなったから、そう、ダガーだったら強かったんだけど、打ち切らしてね。そう、今ダガーじゃないから、そういうところで、ね、別にそんなシンカナイト、ね、なんか、強いっていうことはないんですよ。シンクナイトだから、そのターンだから攻めるとかもないんだよね。別にそんな強くはないからね。そう。まあまあまあって感じですね。さあ、ラスト、弱くはないですね。弱くはない。見ていきますか。まあ、残ったやつですね。残ったやつらを見ていきましょう。さあ、まず、進化助ですね。進化助。まあ、これね、結構使われてるじゃないですか。進化助強い分類なんじゃないって思うんだけど、でも、まあ、多分、下のトロ隊ではめっちゃ強いと思う。うん。その、進化助って読まれたら弱いんですよ。だから、上位だと、マジ上手い人相手が上手ければ上手いほど刺さんないんですよ。結局、進化助、あ、相手進化助か、つって呪文を構えてるんですよね。そう、だから、弱いんですよ。マジ読まれたら弱い。進化助ね。そういうところがあるんだよ。進化助は、まあ、ポテンシャルはある。やっぱ高回転で分回して進化助もらえるのはもう強いけど、でもやっぱ構えられてると弱いよね。やっぱ呪文でね、ザップとか矢の雨とかね、もうマジ構えられてたらマジ進化助やっぱ弱いんで、まあそういうところで俺強くはないって感じ、弱くはないって感じですね。はい。まあでも下のトロ隊では多分強いと思うよ。多分そんな相手が手札把握とか多分してこないんで、まあしてくる人もいるかもしんないけど、まあ進化助多分普通にぶっ刺さりますね。多分下のトロ隊だったらね。まあ同じくボンバーもそれで、まあ進化ボンバーもだいぶ弱くはなったよね。そう、マジで弱くなって、まあやっぱ読まれるんですよね、結局進化ボン。昔はやっぱ対応ね、遅れてたけど、今はもう対応できるし、なんなら進化ボンね、見てからやっても、言うてもね、
入らないんですよ、そう今の進化コンソ。だからいやマジで結構弱いですね。やっぱ相手が上手ければ上手いほど刺さらないっていうのはこの2枚、うん、いやそういうところがあるね。だから下のトロタイとかだったらマジで進化ボンぶち壊れると思うわ。全然強いと思う。この2枚普通に強いにあると思うわ。上位だとやっぱね相手が上手いんで読んでくるんですよね。そうだからあんま進化ボンとか進化スケ刺さらないし、まあ特にその今の進化カードが豊富すぎて、まあ例えばね、まあボンバー排斥、まあドリルとかでも進化ドリルあるし、進化テスラあるし、進化スキルもあるし、そう高回転に出ようと思ってもテスラとかスケとか、まあ、ウィズとかありますよっていうのがあるやんか。ナイトとかねありますやん。そうだから他の進化カードが豊富すぎるよね。そうまあだから今ラバとかでも、まあ、ボンとかじゃなくて、まあ、進化バルキリーとザップで使われる場面が結構多いですね。はい、あんまボンバーで使われる場面少ないね。やっぱ入ることが好きな方、まあ、シンプルなボンバーは強いですよね。ノーマルのボンバーは、うん、としては強いけど、やっぱ進化読まれるからね。だったら別に進化にしなくてもよくないっていう場面が増えて、まあ最近そのね、進化ドリルとかでも、そのドリルデッキとかでも進化ボンバーじゃなくてノーマルのボンバーで使われることも多いですね。さあ次、ゴブジャイですね。進化ゴブジャイ。これ出てからまあ結構経ったんですけど、やっぱ強くはないよね。強くもないし弱くもないって感じ。うん、まあ進化ゴブジャイね、まあその、これも同じでさっきと、うん、他にね、ちょっと新手カードが豊富すぎるよ。今20枚あるから、豊富すぎるんよね。そう、進化ゴブジャイ使うデッキって、今だと、まあ、ウィズ入れたいじゃないですか。ウィズ入れたいし、まあ、なんならザ、進化ザップとかも入れたいんやん。ゴブジャイと相性いいし。ね、とかなると、あれ進化ゴブジャイじゃなくてよくないってなるんすよ。それやったらジャイでいいやん、なるし、そう。ね、ナイトとかも入れたいやんか。そう、ってなると、あれいらなくないつって。進化ゴブジャイである理由あるつって。まあでも、まあ使われてはいるよ。ちょこちょこ。ちょこちょこ使われてはいるけど。でも別に当たってもなんか、あ強いなーっていう場面はそんな少ないから、結局ね。結局まあ、ウィズがやっぱ強いし、ウィズがあると範囲でその湧いてきてもやれるしね。そう。だからまあまあまあ、ゴブジャイは、ちょっと他の進化カードが強いから、もっとその、ね、何個か前に出てたらまあ使われただろうな。うん。多分10個ぐらい前に、序盤の方に出てたら多分使われたと思うわ。だから今の多分進化カード豊富すぎて、別に使わなくてよくないってなる。うん。それぐらいの強さですね。さあ次、進化ザップ。まあ進化ザップね、結構使われてるよね。うん。まあ、まあ使われてる頻度でいくと、まあ強いぐらいの分類だけど、でも冷静に考えて、進化ザップ自体別に強くなくない？昔は結構進化ザップでしょれたけど、別に今進化ザップでそんな話変わることはあんまないやん。あんまないし、まあロケコしょれるぐらいか、ロケコとかまあしょれるぐらい。そう、それぐらいだし、そうなんかボイドと組み合わせとか、ヤンナメで組み合わせてまあちょっと強いかぐらい。うん、とか、まああとは、その、ね、大型デッキが丸太とかじゃなくて、だいたい今進化ザップなんです。進化ザップヤナメとか、まあヤナメボイドとか、進化ザップボイドとかなんで、まあ使われてるってのがある。そう。まあ大型でやっぱ使われるよね。うん。もともとザップやったっていうのがあるから、ラバとかペッカとかジャイとかは、もともとそのスペルがザップだったから、スペルだったから使われてるってのもある。でも、別に進化ザップ自体強くはないよねっていうところで俺は、まあこの位置。うん、でも使われてるのはめっちゃ使われてます。はい。まあその使いやすいよね。結局2コスなんで、あの手札まあしやすいし、進化のサイクル高めやすいんで、まあ使いやすさはあるよね。でも別に強くはないなって思うわ。あ進化ザップ昔はめっちゃ強かったけど、ね、進化ザップで別に話変わることは そうないしね。うん。まあまあまあって感じっすね。さあラスト、進化オールベイカーですね。まあこれは前回がちょっと順位上がりましたね。はい。まあこれなんて言うと、ダガーがいなくなったから、はい。ダガー弱くなって進化オールベイカー強いよね、今。うん。まあでも、進化オールベイカーも、ちょっと周りのカードがちょっとね、強すぎるね。うん、なんかその、進化オールベイカー使うんだったら、その、だいたいドリルデッキとか、なんかディガーデッキとか、じゃないですか。だと、あれ？進化ドリルあるし、進化テスラある、あれ進化ボンバー、進化スケ、進化ナイト、進化ウィズとか、あれなんかロケコとかもある、あら、いろいろあるなっつって、豊富すぎて、進
果オールベイカーじゃなくていいかって、だったらもうオールベイカーでいいかとかなったりするんで、そう、まあデュエルだと結構ね進化オールが使えるんだけど、マルチだと別に他のカードで良くないってなるんで、そう、なんかもうこう弱くはないっていうやつらはちょっと環境っていうかちょっと恵まれてない、他の進化カードが強すぎて恵まれてない感はある、正直他の進化やっぱ強すぎるよ今マジで、ウィズが強すぎるよ、ウィズが最強すぎるよね、そう、まあそういうのもある、そう、やっぱ別にゴブジャイとかザップとかオールベイカーとかボンバーとかシンガスクとかも、あ、全然弱くはないんですよ。でも他の進化がちょっと強いんだよねマジで、まあ、ウィズ、テスラ、ドリル、バルキリー、バルヌ、シンエータ、ロケコ、ロイジャイ、大体あたりがやっぱ万能やし、使いやすいし、そう、進化じゃなくても強いし、まあ、進化になったらもっと強いしみたいなところで、そう、他の進化ちょっと強すぎるっていうところがあるね、この弱くはないポジのやつらね、そう、そこがちょっと、まあ、不遇なところはあるか、あ、いや、まあ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 って感じですね、はい、こんな感じです、はい、まあでもやっぱ強いよね、ウィズ、ウィズが強いわ、ウィズとドリルがマジ強いと思う、まあ、進化テスラも強い、やっぱ進化じゃない施設枠はやっぱ進化テスラだなっていうところはあるよね、特に高回転だとね、うん、まあでも幅広くやっぱ使えるのはやっぱウィズっすね、だからまあ今シャドウを持ってて何しようってなってる人はまあウィズか、まあドリル上げとけばいいんじゃない、ウィズドリル鉄あたりで、まあその次はやっぱそのね、バルキリーとか、まあ、ナイトとかね、うん、まああたりがいいかもしれないですね、万能に使える、うん、なんかそのロイジャイとか、まあ、ロケコとか新エータとかバルルとかって、まあ、特定のデッキで使えるから、特定のデッキで使えるっていう部分では、まあ優先度は低いか。まあその、で、使うデッキがあるんだったら上げたらいいと思うけどね。うん、でも万能使えたらやっぱウィズ、ウィズがやっぱ強すぎる。ウィズ、テスラ、ドリル、バルキーナイトあたりかな、万能に使えるって言ったらね。あとザップとかもそうか。ザップとかも、まあ万能に使えますね。はい。まあこんな感じです。はい。まあちょっとこれはね、僕なりの、意見なんでね、なんかこれはこうやとか言わないでください。はい。まあでも別にコメント欄で、まあ自分なりのあれだって言ってください。はい。僕に対する指摘はやめてください。はい。もう僕なりの主観なんで、はい。世界一の主観なんで、これ許してください。世界一位なんで許してください。もう。はい、ということで、まあ、ちょっとでもね、まあ、参考になる、なったらね、チャンネル登録と高評価とグッドボタンよろしくお願いします。はい。まあ、みんなのコメント待ってます。はい。まあ、多分みんなね、最強の分類は同じだと思う。多分、ウィズ、テスラ、ドリルは一緒やと思うわ、本当に。まあ、それぐらいこの3つはぶっ壊れてます。はい、ということで、また次の動画で会いましょう。バイバーイ。